あのにこんにちはキャッシュレス決済サービスの PayPay ペペが通信できない時にも決済ができるオフライン支払いモードの提供をスタートさせました本日はこの件と私の感想をお伝えしますまずは PayPay ペペのプレスリリースを見ていきますこちらがですね PayPay ペペのプレスリリースです PayPay ペペに国内主要コール決済発インターネットにつながっていなくても決済ができる機能特許出願中を搭載 通信がオフラインの状況下でも決済が可能に決済を担う社会インフラとしてさらに進化 PayPay ペペ株式会社はキャッシュレス決済サービス PayPay に通信障害時やインターネット回線が使用できないなどスマホがオフラインの状況下においても決済が可能となる機能を搭載します本機能の提供により通信障害時はもちろん地下や多くの人が集まるイベント会場などの通信が不安定な状況でも PayPay ペペ残高または PayPay ペペ後払いで決済 決済金額や回数にに上限ありをするることができるようにな,りますなお本機能は国内の主要コード決済サービスとしては業界初となり複数の特許を出願中ですこちらがですねオフライン決済のイメージですねユーザーは携帯電話の回線速度が遅い場合はオフラインの状況の場合オフライン支払いモードが表示され ユーザーが提示した登録決済画面を店側に読み込んでもらうことで決済が完了します。本機能はストアスキャン方式ユーザーがスマホなどに表示した決済画面を加盟店が読み取る方式の加盟店でのみ利用可能で利用にあたっては店舗の決済端末がオンラインである必要があります。また1回の決済は最大5000円で1日2回までユーザーの保有している PayPay ペペ残高を上限金額とするなど決済金額及び回数の上限設定があります。 スマホを活用したコード決済サービスは一般的に携帯電話の通信障害時や電波が届かない場所では決済ができず通信ができない状況下において他の決済手段を使用する必要がありました昨今グループ会社のソフトバンクなど携帯電話のキャリア同士が連携し自社の回線がつながらなくなった場合の備えとして他社の回線が利用できるサービスの提供や通信障害時などの緊急時に無料 Wi-Fi を提供する検討などが進んでいます これらの取り組みが進むことでオフラインになりづらくコール決済で安定的に決済できる環境の整備にもつながっています。また2022年にコール決済の決済金額及び決済回数が初めて電子マネーを上回り決済の多様化が進む中日常生活における決済シーンでコール決済が浸透しクレジットカードに次ぐキャッシュレス手段として定着しています。現在 PayPay の登録ユーザー数は5,800万を超え スマホユーザーの約1.6人に1人がペイペイを利用しており決済における社会インフラとして決済が滞りなく行えるサービスを提供することが重要だと考えています通信障害時や回線速度が遅くなる場合でも携帯電話のキャリア各社の取り組みによってオフラインになりにくい環境への整備が進みつつありますがペイペイがさらにインフラとして強固な存在になるべく本機能を開発し国内主要コード決済サービスとして唯一 オフラインの状況下で決済できるサービスとなりました以上ですいかがでしたでしょうか通信がオフラインでも決済可能になる機能はいいですねオンライン決済の弱点はオフラインだと決済ができないことでしたまあオフラインになるときはそれほどないとしても実際にオフラインになってしまうとその影響はかなり大きなものになりますましてやペーペーは利用者が多いので 利用でできなないとかなり不便ですただしオフライン決済の上限額がありますし利用する際に制限がありますのでまだまだ改善の余地はあると思います。個人的にはクレジットカード、スマホ、現金いろいろな決済でもできるように準備しておくことが大切だと思っています。今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。